どうもボロクハです。ここは滋賀県の東海道本線と北陸本線が通る駅、米原駅です。東海道新幹線にはのぞみ、ひかり、こだまの3種類があることはご存知だと思いますが、どうしてもひかり号はのぞみ号ほど速くはないと思われがちですよね。しかしそんなことはなく、ひかりも実はかなり速い列車なのです。米原から乗車するのは19時57分発のひかり664号東京行き。右の方に停車駅が書かれてありますが、途中岐阜羽島、名古屋、豊橋、新横浜、品川というように停車していきます。12番線に19時57分発ひかり664号東京行きが到着いたします。黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から5号車です。この電車は途中岐阜羽島、名古屋、豊橋、新横浜、品川に止まります。発車の5分前に入線してきました。東海道新幹線のエース N700 系16両編成の光号東京行き。最新鋭に見える N700 系でさえついに廃車の波が始まり、驚きを隠せません。 LED 表示器、光は赤色の表示となっています。のぞみは黄色、こだまは青色です。今回乗車する編成は JR 西日本の編成、またラージ A という車両です。東海道新幹線には JR 西日本の車両と JR 東海の車両がいますが、車内チャイムが変わるくらいで特に変化はありません。新大阪始発で最後尾の車両ということで、車内はガラガラです。のぞみの通過を待って発車します。これから岐阜羽島、名古屋、豊橋、新横浜、品川に停車。名古屋と新横浜の間をすべて通過するのがのぞみの特徴ですが、光号もほぼ半数が名古屋と新横浜の間で一つの駅しか停車しません。その一つの駅が豊橋と小田原がおよそ半分ずつくらい、ごく稀に静岡のみなどという光号もあります。
十分ご注意ください。列車の発車まで4分ほどございます。20時31分の発車まで今しばらくお待ちください。この電車は20時31分発光664号東京行きです。列車は名古屋を発車。名古屋新横浜間を豊橋しか停車しない便を豊橋光、小田原しか停車しない便を小田原光と呼ぶこともあります。そして一駅しか停車しない便のほとんどは名古屋新横浜間でのぞみに抜かされません。なので東京名古屋間で乗ると速達タイプの光ものぞみの所要時間はほぼ変わらないという結果になります。光は遅いなどの理由で避けている人も多いかもしれませんが、意外に便利で速い光号もあるのです。しかし光号は外国人の乗車率が高いのが特徴。特に豊橋光、小田原光はそのような傾向があります。外国人がよく利用するジャパンレールパスはのぞみ号に乗車できないので、光号に乗客が集中し混雑となります。なので、撮影日はこのような状況ですから外国人観光客はおらず、ガラガラでしたが、通常なら前原の時点で席はかなり埋まっているように思います。それではこれから東京まで数分後に後ろにつくのぞみ号に抜かされないように必死で逃げます。
終点の東京に到着。途中豊橋しか停車せず、静岡県も全部通過だったので、ほぼのぞみのような走りでとても便利でした。光号の停車駅はかなり変則的で面白いものもありますので、ぜひとも探してみてください。それではご視聴ありがとうございました。